土佐一全国大会2日目で来ました。2日目元気にやっていきましょう。もう僕はちょっと筋肉痛きてるぐらいです。お前15分ぐらいしか出てない、なんで筋肉痛きてるいやいや固まってる初めて喋った人なんで。まあとりあえず今日は2日目ということで2試合あります。はい、で今日勝ち上がれば明日につながる。そう、15分2本だから60分。なんといってもね、今日1戦目だで、フルスですから。そうです、去年の全国大会まで加入してたチームなので、まあ、負けられないですし怖いですね。相手も多分、お前はね、来るもんね、結構、うん、いや、言われたよ、監督に。マジで、うん、行くよって、やめてって言ったけど昨日、マンオブザマッチ撮ってるんだから。そう、撮ったけど、そんなの忘れたよ。もう12時から試合で、2試合目午後6時、うん、やばくない？何やる？何やる？大喜利みたいなの始まったな。誰がこの長いオープニング見るの？見るし、大丈夫、めっちゃ切ってカットするから。とりあえず、お前切ってカットすんの？切った後カットすんの？俺、今大会 MVP になってます、実は。うん、点取んないと MVP 取りづらいらしいんで、積極的にシュートを打っていくんで、その俺の姿を見てください。頑張ります。お前、いつもマッサージしてもらっとるやんけ。ええやろ、金払えよ、お前は。お前、俺が一番動いてんだいつもありがとうございます、本当感謝してます。カメラ回ってるとかじゃないっす、本当に感謝してます、本当に。相手は去年の全国大会の決勝戦、宇野ベレッツァですね。頑張ります。アブシールです。お前の古巣でもあるし、だいぶ気合入ってる人。だいぶ気合入ってる、えぐい。空回りしないように。ほんとそれ、頑張ってください。ちゃんとカツ入れてください、やばかったら。はい、今日もいい精鋭たちがね、ここに揃ってるんで大丈夫にしよう。Thank you.
勝ちました。硬い試合をしっかりものにしましたね。まあちょっと調子悪かったですけどね、うん、こういうのを勝ち切ることが大事ですね。はい、先輩応援に来てくれたんですか。激しいよねこれ。俺多分復帰後この今日でやばいっすか。一回MVP 俺の名前呼ばれたのに、うん、2回連続なしとか言ってたから。誰で誰。俺だって今回狙いに行ってるから。確かに悔しい。キクラギもらえないし。キクラギない。でもチームの勝利が何よりも大事なんで。もういいや、はい、頑張ります。次の試合も頑張ります。よっしゃ、はい、行きました。何分待ちました。マジで5時間。新規って赤いユニフォームでね、髪型もすごい初めて。もうなんか前髪が邪魔すぎて。勝てば1位通過です。勝てだね、はい、負けたらちょっと危ない。あ、そうなんだ。今日勝って明日の決勝につなげていこう。はい、頼むぞ。頑張れ。はい、ということでよろしくお願いします。初めてね、施術してもらってるんですけどね。気持ちいいですね。やっぱ違う。違うわ、お前と全然違うわ。それそうやろ、俺と一緒だとどうすんねん逆に。いつもなんかミランがここにいる理由がわかるわ。おい、ミランくんや。ミランって隣にいた。ミランいるわ、横に。本当だ。まあいいや。はい、ウォーミングアップ終了しました。これに勝てば今日は終わりなんで勝ちたいと思います。Thank you.
ましたね。また点決めた。やった。また点決めた。でも決勝進出やん。バモン。バモンバモンバモン。最高。もうちょいもうちょいバモンちょうだい。バモン。バモン。全部カット。バモン。いやとりあえず勝ちました。よかったです。お疲れ様でした。イエイ。イエイ。いい音。イエイ。何なのこれ。三連勝も入れた。三試合連続ゴール。いやー結構ハードだね、まあ、僕ら優勝候補って言われた中で勝ちが史上命題当たり前みたいになってるもんね。なってるよ。じゃあそんな感じで明日もまたこの会場に来て頑張りたいと思います。せーの、バイバーイ。